はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、タイトルにもあります通り、SMSD のね、ベジータとトランクスの、ジオラマ、あちらのね、五千くじを、引いてきました。引いてきたのは昨日なんですけれども、今編集してアップしてるのは、まあ、あれ今日なんですけれど、引いてきたのは昨日、はい、まあ、ややこしいんでね、さっさと、何が出たか紹介したいと思います。まあ一応ね、自分はね、まあ今回のはね、ちょっとどうなんだろうなってね、出来がね、ちょっとベジータとトランクスがね、なんかこう手のひらをかざしてね、ギャリック法なのかわかんないけどね、やってるポーズなんですけど、まあ、一歩間違うとね、ポーズ的にただ壁ドンしてる感じの、フィギュアなんですけどね、ちょっとこれどうなのかなと思ったんですけど、まあでもね、やっぱファンとしては、見逃せないコレクションアイテムなんでね、一応1回だけチャレンジしてきました。はい、まあその結果ね、まあ店舗行きましたら、まあ予約はしてなかったんでね、店舗行きましたら、残りの残数がね、まあ貼り出してある紙を見た感じだと、もう D がなくなってましたね。まあ D は白黒のトーンだったんですけれど、まあ他はね、まあ二次元彩色もなく、普通の、まあ至ってシンプルなカラーリングのが3つで、残りが A2 つ、B1 つ、C1 つっていうね、感じだったんですよ。まあここでね、もう本当このフィギュア狙いだったら、まあ全部引いちゃうぐらいの、残り具合だったんですけどね。まあそれでも自分の購買意欲はね、あんま湧かなかったんで、まあとりあえず1回だけ引きました。はい。で、まあね、店員さんに聞いたら、まあ店員さんが聞いたっていう、じゃあ店員さんがね、喋ったんですけどね、まあまだ全然余ってると。うん。まあ実はまだ、3ロットぐらいあるっていう感じで言われたんですけどね。まあでも自分は1回だけでいいんでっていう感じで。まあとりあえずね、1回だけお願いしますと。ペリペリっとめくりました。はい。こういう感じでね。まあこの段階でまだわかりませんからね。あ、ギャリック法だったんだね。今気づいた。あ、ギャリック法なのね、やっぱね。親子ギャリック法。はい。くらえ、ギャリック法。はい。ということでね。はい。いきます。何が出たか。まあ、自分。あ、ちょっと今ね、落としましたけど。一応ね、そのアソートの中で、一応、まあ、狙いはね、最初、アソート数が少ない C がいいかなと思ったんだけど、色的に C は全然良くないなと思って、まあ、個人的感想ですよ。でだったら B かなと思ったんですけど、まあね、まあはっきり言って4分の1の確率ですよね。うん、まあ私の運の悪さ、ご存知の方はね、わかると思いますけれども、はい、ベリピン、はい、A。 いやーこれ A って、いや、いいんだよ。いいんだけど、なんで A2、B1、C1 のアソート数で A 引くかな。まあ A 引く確率の方が高いんだけど、なんでそこであえて A が引いちゃうかな。そこを B とか C でもいいんじゃねえのって思うんだけど。もうすっごいね、安定の A を引くっていうね。このなんだ、引きの悪さ。もうあのね、相方もね、笑ってましたけどね。なんでその残りって A 引くってすげえ笑われましたね。でも、まあ、店員さんもね、まあこれだったら C とか引けるんじゃないですかねみたいなこと言ってたんだけどね、 A 引いてね、店員さんも笑ってましたけどね。いやーもうほんとね、もう引きの悪さが半端ねえわ、これ。
いやもう次のね SMSP のスーパーサイジン4の航空がちょっとすごいもう本当心配になってきますねこれはね、うん、いやまあとりあえずね、まあなんだかんだでね色的には A が一番いいなとは思ったんですよ、うん、で2番目に B かなっていう感じだったんでまあ A でまあ結果オーライなんですけどなんかあの残り具合で A 引くのっていうなんか嫌だったんだよね、うん、まあとりあえず A これ1個だけだったんですけど、引いて当てましたんでね、ご紹介していきたいと思います。ではね、早速、箱から、ご紹介しましょう。はい、よいしょっとこドドドンとね、はい、ドンこう、はい、はい、01、はい、時を超えた父とこの絆、うん、いいね、なんだかんだいいねって言ってるけどね、まあ、でも実際実物見てみないとことにはわからないからな。でまあこれですよね、ブラシ彩色、ブラシ彩色2アニメカラーで白黒トーン、まあ、白黒のアソートが1っていうのは珍しいですけどね、普通ここのポジションが2次元って感じですけど今回2次元がラインナップにないんでね、うん、まあ、そこも珍しいかなとは思うんですけど、あでも SMSD だと2次元ないか、海外限定とかじゃないとないか、うん、でとりあえずのこういう感じですね、うん、はい、じゃあ早速ね、開封します。はい、はい、一応ねあの箱から開けてブリスターの状態を、まず確認したいと思います。まあこういう感じで入ってますね。はい、うん、まあなんともなく普通に本体と、あとここは多分エフェクトですよね、後ろのね、パーってなってるねエフェクトがつくと思います。はい、まあ、こういう感じで、入ってましたね。はい、では早速ね、開封して組み立てたいと思います。はい、ということでね、開封しました。まずね、本体なんですけれども、こういう感じですね。うん。まあ、写真の通りっちゃ写真の通りだよな。うん。まあ、シェンロンとドラゴンボール。トランクスはこういうね服の破れ方とかね、うん、ちゃんと再現されてますね。あとあのまあ、ね、2人ともあの、まあ、同じように口を開いてね叫んでる画家を、さすが親子似てるね、こう見るとね、うん、今正面から見てる。まあ、やっぱね、トランクスの方が背が高いんでね、もうなんかちょっとあれですね、うん、こうベシータの背の低さが際立っちゃってますけどね、うん、まあ顔は、ベジータはこういう感じ、まあなんだろう、まあ顔もなく負荷もなく、無難っちゃ無難、どうなんだろうな、まあ意見が分かれるところだな。でトランクスもというね、なんとも言えない感じはありますね。でちょっと写真じゃ分かりづらいんですけど、今こうテカってんの分かります？ちょっとね、糊かなんかわかんないけど、はみ出て、ちょっとね、テカってるんですよ。うん、そういうところちょっと雑かなっていう感じはありますね。
逆にこっちからのアングルの方がなんかかっこいい気がするな。トランクスしか見えてないけど、あでもこのアングルは絶対あのエフェクトつけたら絶対見れないアングルなんですけどね。で一番あのね面白いのが、まあネットでもつぶやかれてたのが、後ろから見るとねこうトランクスの剣の鞘がベジータの尻の尻のね、割れ目にきっちり収まっちゃってねこれ面白いっすよね。すっげえ俺見て笑っちゃったよ。これ思いっきり鞘がベジータのケツの割れ目に入ってるっていう、これもねまあある意味すごい面白いっつ面白いのわかんないけど結構いいですよねこれ。思いっきりキュッと引き締まったベジータの尻に まあでもね、なんだかんだ言っても本当コレクターズアイテムっていう感じですね。でエフェクトがですね、まあこういう感じですね、こういう感じで裏は塗装はされてませんね。まあレゴブロックみたいな感じのがついてますけど、これをくっつける感じですよね、ここにねくっつけてみましょう。よいしょっと、よいしょ、よいしょ、よし、はい、こういう感じですね。ああ、こうエフェクトつけるとやっぱ見方もちょっと変わりますね。やっぱね、全然。さっきはあの動きがねそこまで感じられなかったんですけど、やっぱエフェクトがつくことによってねなんかすごい躍動感がついた感じがありますね。すごい。やっぱさっきはどう見てもかあのね倒壊するビルを支えてる感じの2人だったのがね、エフェクトをつけることによってちゃんと気を放ってる感じが出てますね。この角度が一番かっこいいな、2人とも。まあ、こう真正面向けるとね、ちょっとあれだけど、さっきの角度はね、これだとこうなっちゃうんだよね。まあでも本当ね、ベジータ、トランクス、親子が好きな人にとってはまあマストアイテムかもしれないですね。まあ、自分はまあこれはまあ一回はねやろうかなと思ってたんでね、やっぱドラゴンボールフィギュア自体が好きなんでね、コレクターアイテムとして私は一回だけ引かせていただきました、まあ、その結果見事にね、一番賞が多い A 賞を引いたっていうねまあ他の賞の色は色とかね気になりますけどね、これ A 賞見ちゃうとね、まあ、でもなんだかんだ A 賞が一番無難な色だと思うんだけどな、やっぱこの角度がいいな、はい、ということでね、まあ今回は、こういう感じでね、SMSD のね、A 賞01番ですね、ベジータ・トランクス親子キャリック法ということでね、ご紹介させていただきました、次回のね、5000円口は本当祈る気分で2次元狙いで、もう2次元の1本狙いですね。もうねもうそんぐらいの勢いでいきますよ。いつもね白黒好きだって言ってますけど、今回のねスーパーサイジン4の白黒はちょっと微妙かなっていう感じなんでね、あえてもうほんとね、ちょっと2次元、2次元1本狙い、
全然、まあ、この引きの悪さからしたら、まあ、大体ね、予想はもうついちゃうようなね、もうフラグ立ってますけどね、うん、ということで、今回は、SMSD からね、A 賞ご紹介させていただきました。はい、これを見てね、よかったらね、いいねボタンを押して、まだね、チャンネル登録されていない方がいましたら、ぜひね、この機会にチャンネル登録、していただければなと思います。はい、あドラゴンボールフィギュア以外にもね、別の、フィギュア、続々とね、紹介していきますんで、よろしくお願いします。では今日はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。